こんにちは、大滝かけるです。日曜恒例のバンスタジョッキーのお時間です。今日は先週村上明騎手からのご紹介、こんなジョッキーです。はい、ご覧ください。鈴木邦也厩舎所属の北海道の浜中町出身です。1983年9月23日生まれの A 型、現在33歳です。2007年の1月6日帯広2レースで騎手デビュー、初勝利は1月13日帯広7レース、昨日現在まで通算253勝を挙げています。船山クランド騎手です。ようこそスパンスタお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずさて、先週の村上ジョッキーからのメッセージですけども、今週出てくれたかな、いいとも、いいとも、ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスイートもいただきました。はい、という感じに、あれですかね、村上ジョッキーともこんな感じで普段はザックバランに話してます。ザックバランにそうです、ワイワイガヤガヤとワイワイガヤガヤ話してます。プライベートのこともあれば、まあお仕事の騎手のことでもお話をしたりとか、そういう感じですかね。はい、そうです。やはり厩舎が同じというのは大きいですか、何かそういうところで。そうですね、うん、大きいです。いつも常に一緒にいるような感じです。常に一緒にいますか。もう兄弟みたいな感じで。あ、兄弟ということは、船山ジョッキーから村上ジョッキーを見た時はちょっとお兄様のような感じ。そうですね、うん、兄弟子なので、うんうん、兄弟子ですね。あ、兄貴、そうです、そういう感じです。もう兄貴みたいな感じです。あ、なるほど、はい。まあ、ご一緒にいるといえば、もうご結婚もされてますけども、あ、はい、何人家族でしたっけ。あ、3人家族で、嫁と息子が、はい、息子さん、はい、一人います。あ、息子さんはちなみに今おいくつぐらいですか。今10ヶ月です。あ、はい、実はこの間僕もちらっと見ましたけど、ね、まだ可愛いですね。そうですね、はい。もうあれですか、歩いたりとかしてます。やっとこう歩くようになりました。やっとこう、はい。そうですか。じゃあまだ結婚して間もないですよね。結婚して1年半くらいですね。あ、1年半ぐらい、はい。じゃあ、まあ、まだまだ新婚ですね、という感じです。はい。羨ましいですね。同い年なんですけども、独身なんでいいなと思いましたけども、そんな、パパでもある、船山ジョッキーですけども、騎手になったきっかけってどんなところですか。はい、騎手になったきっかけは、うん、うちで親父が好きで馬を飼って、はい、バンバを飼っていたんで、はい、それで草バンバをよく見て歩いてて、うんうん、それで万栄競馬っていうものを知って、ああですね、で馬主さんの紹介で、で鈴木厩舎に入って、はい、という流れですね。はい、あ、じゃあ子供の頃からまあバンバを見てたというところは大きいですね。そうですね、はい。ちなみにその頃からもう左利きだったんですか。そうですね、左利き、うんうん、右利き、そんなにこう右左のあれがないですけど、どちらかというと左寄りですね。ということは、普段例えばご飯食べるとき、お箸は、ご飯箸は左です。箸は左でも右で持とうと思えば、それもまあでも今はそんなに、あ、書くのが右、ね、あ、書くのは右なんですか。書くのは右です。あ、とか投げるのも右なんですよね。あ、まあ、ボールとかですね。ボール投げるのは右、打つのは両方とも打てませんでしたね。ダメでした。はい、あ、ちょっと松井秀喜みたいなね、左打ち右投げみたいな。そういうのは無理でしたか。両方一応打つのは、はい、両方とも打てる、打てるというか、そうです、両打ちでした。あ、なるほど。そんなサウスポー船山ジョッキーですけど、ここまでの思い出のレース、どんなレースでしょうか、ね、思い出のレースはやはりデビュー戦、うん、デビュー戦ですね。一つは、はい、そのデビュー戦の自他出走表をご用意しました。はい、8枠10番から騎乗して出走ということで、結果3着でしたけどもね、この時の実は写真がありますので、ちょっとご覧いただきたいと思います。これですね、はい、どんな思いで、まあ、デビューしましたか。そうですね、デビューの時はちょうど万栄十勝1年目のこう損敗問題のところからスタートだったんで、はい、ええ、そうですね、デビュー、やっとデビューできるっていう感じでレースに臨みました。まず、そうですよね、はい、この日がデビューですから、
当然そのデビューまでにももちろんその練習、まあ、試験もそうですけど準備などがあってということですもんね。はい、はい、分かりました。で、まあ、思い出といえば重賞制覇という日がこの後来ますけども、はい、2012年のヒロインズカップですね。はい、こちら、はい、この時もちょっと思い出があると思いますので VTR をご覧いただきながらちょっと語っていただきたいと思います。この時9番円柱王冠でしたね。今外側から上がってくると思います。はい、はい、どうでしたか。あの、うん、スタートがあんまし良くない馬だったんで、はい、道中置かれないようにしてきて、うんうん、で山はあの帯広記念100キロ、はい、このレースより100キロぐらい重たいレースでも一腰で上がって降りてからもぐんぐん歩けたんで、うんうん、先行く2頭をつかむところは、うんうん、までは行くなと。あ、そしてそう思った時に後ろからあの福泉が来てますね、突っ込んでくるんで、はい、かわされないといいなと、うん、なんとか頑張って持ってくれっていう感じで持ってました。確かにここで前の馬をかわす、前はもうかわせるなと。まあさすが福泉の豆馬ですからね。そうなんですよね。ああで、なんとか、まあ、押し切って勝ったという、はい、そんなレースでしたね。はい、さあそんな船山ジョッキーですけども今日も6つのレースに騎乗ということで、はい、はい、で中でももう初っ端ですね、第1レースの生きる道人気集めそうですけども、この馬船山ジョッキーから見てどんな馬でしょうか。そうですね、切れ味はないんですけど、はい、まあ安定して障害もまあまあいいんで、うんうん、はい、安定してるんですね。ああ安定した馬ということですね。そうですね、はい、ということで、今日の船山ジョッキーの、ご活躍にもこの後万栄競馬ご期待いただきたいと思います。さあすいません、お時間となってしまいました。この番組では次回出演いただくジョッキーを、まあ、船山ジョッキーからご紹介ということで、次回どのジョッキーを、はい、指名しますか。はい、あの立沢直樹騎手ですね。はい、はい、立沢ジョッキーです。では立沢ジョッキーにメッセージをお願いします。あ、はい、いつもあのプライベートでお世話になってます、はい、そうですか、いろいろと、はい、で、あのレースこれからも頑張って一つでも勝てるようにやっていきましょう、うん、はい、ありがとうございます。船山ジョッキーありがとうございました。ありがとうございます。次回もどうぞバンスタジョッキーご期待いただきたいと思います。ファンの皆様からも、機種へのメッセージをお待ちしています。メール、フェイスブックのメッセージ機能、おはがきなどで受付中です。どしどしお寄せください。バンスタジョッキー、今日は船山グランド騎士にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。